こんにちは、ショナルです。今日は企業明細の公開と生活費について話したいと思います。オーストラリアでは1週間ごとか2週間ごとに給料が支払われるのが一般的です。僕の会社では1週間ごとに給料が支払われます。毎週火曜日が給料日です。これが先週の給与明細になります。2010ドルが総支給額で302ドルタックスが引かれています。タックスは日本でいう所得税みたいなものです。僕は今ワーキングホリデービザなので年間所得が4万5千ドルまでは 15% です。日本と同じ累進課税で稼ぐほど税率も上がります。121ドルのスーパーと書かれているのは、給料とは別に会社側が基本給の 10% を年金として積み立ててくれています。1週間の手取りが1700ドルで日本円で約15万円くらいです。残業は時給が 1.5 倍になるので、稼ぎたかったら残業をすれば結構稼げます。土曜日は最初の3時間が 1.5 倍で、その後は2倍になります。1週間の給料が約2000ドルなので、これを4倍した8000ドルが1ヶ月の給料になります。おい、ちょっと待って、手取り80万って聞いたぞって方、すいません、あれは最高月収の話です。8月は火曜日が5回あったのと、残業を多くしたので手取りが80万超えることができました。最高の部分が切り取られて放送されていたので、常に80万あると思われた方もおられると思いますが、平均すると月収が80万円で手取りが65万円ぐらいです。今は円安も重なって日本円に換算すると多く感じます。次はオーストラリアの生活費について話します。まず家賃ですが、今住んでいるのがシェアハウスで1ヶ月で5万4千円です。オーストラリアでも家賃は比較的に安い方だと思います。シェアハウスの相場は約8万円ぐらいだと思います。次に食費です。食費は月平均3万5千円ぐらいです。外食が高いので外食をすると食費が高くなります。ガソリン代の月平均は1万5千円です。固定費は保険が8000円、通信費が2000円、日本の年金が1万6千円と奨学金の返済が2万4千円で、合計5万円になります。あとは月によって変わりますが、日用品や衣類などでだいたい1ヶ月の生活費は20万円くらいです。以上、See you soon!